はいお疲れ様です元光ですす今回のお話なんですけどこちらの記事ですね飲食店経営者が青ざめるコロナ協力金強制回収が始まったということで飲食店に対して、ま、コロナの協力金がいっぱい入っててバーブルだバーブルだーっていうことがねいろいろに記事とかねニュースにもなってたわけなんですけど、ま、そんな中ネットでもこういうね意見とかもありましたよね小規模飲食店持ってる私としては時短協力金がもらえてウハウハなのでこれから100% 100年くらい、まあ、コロナのことだよね続けてもらっても構わないということで今、協力金をもらってるから個人事業主の飲食店はねめっちゃウハウハなんだぜって言って記事でも結構バブルだバブルだっていうふうに言われてたんですけどそれが強制回収が始まったっていうことで、ねまあ、税金で回収されるということなんですよねなので、まあ、あのキャッシュが入ったからって勘違いしちゃった人たち、まあ、合流しまくってた人たちは今、爆死してんじゃねえのかっていう,ような話なんですよねついに税金の回収が始まった。 ってもらいすぎだと揶揄されてということでね、まあ、こちらの記事でコロナ協力金を間違った使い方してた人たちがね、まあ、爆死してザバーみたいなことになってるよっていう話をね、えー、書かれてるんで見ていこうかなと思います元日のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、ただねこの記事自体はねちょっとニュアンスが違ったりする部分もあったりするんで、えー、まあ見ながら進めていこうと思います大幅な増税に悩まされているのは当時は批判的な声 れにすら晒された夜の街を中心とする飲食店だ中でも個人事業主の経営者は宿泊区のありさまで新宿歌舞伎町でバーを経営する女性からは悲痛な嘆きばかりが聞こえるっていうことでね悲痛な嘆きがあるぞっていう話なんですけど去年の話をするなら私が頂い,いた協力金は約1300万円ほどやっばーってえ もうだから去年1年の話だよね、1300万円も入ってくるんだ、どれぐらいの規模かちょっと分かってないけど、です、もちろん税金なのでありがたいとは思っていますよ、ただそれで、普段より儲けたなどと言われると抵抗がありますねと、うんうん、どういうこと、今年の国保や住民税などはいただいた額からざっくり4割強ほど、国保に関して言えば普段の5倍ですと、なんかいろいろね、維持費が高くなってると、そりゃそうだよね。まああのー給付金 って一応所得に入るわけだから。<laughs> もちろん支払いましたつまり世間様が言うように協力金で丸儲けというのはないのですはっきり言えば通常営業に比べれば儲け分がないだけ収入減なんですということでねもうこれが普通だと元光は思うんですよあくまで維持できるだけの協力金だと思ってましたコロナ禍で国がね、まあ、飲食店には行かないようにしてくださいって言ってる分それだけねあの飲食店が維持しづらい状態だからそのためのお金っていうのが協力金のはずなんですよそそもそも利益を上げ あげますよって、うん、あの個人にね利益あげますよっていうそういう協力金じゃないからねあくまで維持が目的ななはずなんですよだから収入がなんかいつも以上に増えるそんなボロ儲け状態だったらいけないわけなんですよ東京城南地区で小料理屋を経営する店主も6月に税金の通知が来て愕然とした一人だってもうこの方もそう言ってて昨年は緊急事態宣言とマンボウばかりで店を開けても軒並み時短要請協力金は1000万円ぐらいもらったよって、まあ、これが普通の なんだろうねでその協力金が収入として加算されて税金が高くなるとは聞いていたけどまさかここまでとはってえー、ってなんか税金のかめちゃめちゃ来てるぞーって昨年は年間10万円程度だった保険料が102万円 <laughs> 10倍 <laughs> 10倍だよって都民税も月1万円強だったのが えー、通年98万円だってその上八8月11月と年2回納める事業税が2回分で年70万円昨年の年収をもとに確定申告ですでに300万円近く取られている協力金からは600万円は回収されちゃったってわけだよってだからほとんど入ってきてねえよっていうことなんですよね ってたんんですけどねそなな甘い話ない話じゃないですかじゃあ国から「はいじゃあ支給します」って言って「お金これ自由に使ってください」とはならないですよね普通先の新宿の経営者らもそうだったがべらぼうな国保課税の上がり幅だしかしこれにはからくりがある女性バー経営者が言う普段だと売上に対して相応の経費がかかりますうちの場合その中心は酒類になりますねその他にも ややお通しやアルバイトの支払いでもコロナで休業していた時はそれがかからないだからいただいた協力金はみんな売上金ということになってしまうつまり税制上認められる必要経費がなく1300万円全てに課税されてしまう何もしなければぐんと税金が上がってしまうというわけなんですってまあなんかめっちゃからくりをねあうこ,こういうことなんだよって説明しますけどこれ全然普通なことじゃないですかちゃんととしててる飲食店とかって別ににここに問題を言う はないと思うんですよね、まあ、こうなることが大体想像ついてたと思うんですよなんかこれがねカラクリなんだってもうなんか自慢げに語ってますけどそれゃそ,そうだろうって感じがするんですよねちなみに厚労省が貸している単身世帯への国民健康保険料は収入1140万円で年102万円となってる1300万円丸々の収入で算出すれば上限はマックス月にして8万5000の保険料となる計算だこれれが一個人にとってどれぐらいベラボーな 学科は容易に想像がつくだろうと、まあ、ベラボーな額はそうかもしれないけど国からそのままお金支給されてるだけだからねうんあのー、だなんか労力かけたわけでもないお金が入ってきてるんだからそれは計算しないといけないでしょ私の場合コロナ禍の早い段階から同業の方などから話を聞いて対策をとっていました知り合いのバー店主が後で税金がっぽり持っていかれるからねと注意してくれたので協力金のうち500万円は税金対策としてストックしていたそれでなんとかし 支払いいをしたととう感じですねとなんかめちゃめちゃ持ってかれたよっていう話をなんかこういう風に言ってるんですけど、普通だと思うんですよ、めちゃめちゃ当たり前だと思うんですよね、まあ、サラリーマンの人たちだって、給料から税金引かれたりだとか、まあ、これ当たり前なんですよ。 なんか持ってかれちゃったよって言い方ってちょっと違うかなと元光は思ってますけどね。で、えー、ちょっと待ってね。言うまでもないがコロナ休業中も固定の出費はある店の家賃はその最たるものだろうまた通常2年に1度ほどある更新料などの支払いも固定費であり普段売り上げがある店であればあるほどやはり協力金でプラスになるが実はそんなことはありえなかったようなのだ。そりゃそうだよね。だかから家賃とかい高い 行き方がそれはね。あの協力金が高くなると、それはその通りでしょ、うん、別にね。あのお金を配りたいわけじゃないんだよ。 あの維持させたいのが目的だからね。で、えー、さて思い出してほしいのは、飲食店、特に夜の街に協力金が出たことについての世論の反応である。ネットを中心に協力金バブルで大儲けしている。まるという近所の店はベンツを買ったなどという出所不明の話が数多く出回った。中には実際そのようなことを行った事業主もいるのかもしれないが、別の飲食店経営者はこう明かすということで、まあこれ結構ニュースとかでも話題になりましたよね。えな,んでそんななんんでそ してんだよみたいなねで少なくとも僕の周りではそんな行動をとった自営業者はいません世間様がどう思っているのか知りませんが個人で店をやる以上税を含めた利益配分に関しては皆敏感だしそのための情報は集めていますもし本当に高級車や、えー、遊びで協力金を使ってしまった人がいたとしたらこの春には皆治めたはずですよねって本当そうですよね、まあ、元光の周りにも何人かいるんですよね はい、なんかあの個人店で、えーまあ、めっちゃ遊んでたぜあいつみたいな噂を聞くことはあるんですけど、まあ、そういう人たちってほっとあおさめてるはずですよね400万円から500万円単位の税金が請求されるわけですから一体どうするんでしょうねって、まあ、そうですよね間違った使い方して遊んだりしてる人はねもうほんとに困るじゃないのかなって、まあ、ざまーですよねほんとになんかバブルだーとかって騒いでるやつそれをみんなから品種買いますよ、えー、準備万端税金対策を進めていた個人事業主も多かった ようで酒代などの経費が計上できなくともこれを機に店内のメンテナンスを行った人はいると思いますよって、まあ、これ多かったですね元光の周りでも。古くなっったたエアコンや汚れてしまった 壁紙の交換、椅子などのの備品の身長どうせ税金で持っていかれるなら経費として使って店を良くしようとと飲食店経営者が言うんですよねで島内繁華街のスナック経営者も言うお酒やコースターなどの備品を大量買いし店のグッズまで作って経費にしましたとにかく時間があったから情報収集として飲み歩いた支払いも設 交際費としして100万円ぐらい計上したという、まあ、ここら辺はねどこからどこまでがいけるのかっていうのはね、うん、まあしっかりあの精査してほしいとこですけどねでその他ふるさと納税をしたりありとあらゆる対策を講じましたということでこんな涙ぐましい努力をしながら夜の街の住人たちは総じて第三者からやっかみまじりの誹謗中傷を浴びされられても現実を直視ということでちょっと待ってねこんな涙ぐましい努力をしながら。 涙ぐましい努力なのかこの経費計上のやり方って別にめちゃめちゃ普通なことであり税金を納めるとはこういうことだと思うんですけどねまあ政党に必要な経費があるんだったらそれを計上して、えー、ぜ税金をね少しでも減らすっていうのは普通のことですよねまあましてやこの情報収集として飲み歩いた、えー、支払いも接待交配費として100万円ぐらい計上したここら辺がグレーでちょっと大丈夫なのって感じがするぐらいでなんか涙ぐましい努力ってわけではないと元口は思うんですけどね普通じゃんってで ホール金が決して利益を生むものではないと早い段階から理解していたのであるところでこれが複数店舗などを経営する事業主の場合はどうだったのだろうか都内に3店舗を持つ飲食店経営者に聞いてみた うちの場合はもともと法人でアルバイトは別として10人弱のスタッフを従業員として雇っているそれだけに家賃以外に給与など固定の経費は変わらず払っているわけで個人のお店とは様相が違ってくる新型コロナ特例雇用調整助成金やコロナ持続化給付金などはもちろんコロナ予防のための店内整備抗ウイルスなど保証などでできる限りの申請はすべてしたということでねまあ元光も雇われてまあ大きな会社で働いてるんで こちら側なんですよねなので法人とかに関しては基本的にまあここら辺整理されてそんな得も損もしないようなそういう状態なんじゃないのかなって思いますけどねそれでもコロナ禍中2回私個人の貯蓄を切り崩して店舗を維持しました従業員の年金負担などもあるわけだしねはっきり言って儲かっていた店なので、えー、休業要請は本当に厳しかった最も固定経費がかかったおかげで個人の店ほど課税額が上がるということはなかった不幸中の幸いといえばそのくらい らいかなと結論を言えば国が飲食店などに支払った協力金は生かさず殺さず程度ってまあそりゃそうだよね維持するためのお金だから別に利益を上げるための,あのお金をねはいあの差し上げますってためのお金じゃないからね、うん、だって税金なのでちょうどいい塩梅の額と言えたのかもしれない最も業績が良かった事業者ほどダメージが大きいことに変わりはない要するに世間が思うほど国は飲食店には甘くはなかった 事業の人たちが愚痴をこぼすのも理解できよって、まあ、愚痴をこぼすのはよくわかんないよね、お金支給されてったのに。で、必要なあの維持するためのお金が支給されてただけであって、逆に言うと、これ、甘くはなかったって書いてるんですけど、めちゃめちゃ甘いと思いますけどね、1年間ぐらいの間、維持できる額があの支給されてるんですよ。これ、甘いでしょ、かなり。 ほかのさあの、会社勤めしてる人たちだったらあの、ちゃんと働きに行かないとお金だって入ってこないんだよ、それをなしで生活できるぐらいのお金が支給されてた時点で、本光はめちゃめちゃ甘いんじゃないのかなって思ってますけどね、まあ、この記事の書き方はちょっとね、まあ、そういう意味ではおかしいかなと思います、まあ、とにかくです、ね、あの間違った使い方してたっていう、ね、飲食店の人たちは、今頃爆死してんじゃねえのかっていうのはお話ですよね。 まあ、ということで、ネットの意見もね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、こちらからね、普段からちゃんと納税してたら、出てこないセリフばかりやーって、ほんとそうですよね。ちゃんと税金を納めてる人からすると、え、普通じゃんっていう風にしか思えないんですけどね、まあ、こちらもね、リツイートといいでさせていただきますね。あ、あ元々ね、ツイッターもやってるんで、もちろかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。あと、これで経営がやばくなるところは、元からやばい可能性大って、まあそうだよね。元々ちゃんと税金を納めてたのっていうようなね、そんな疑惑に なりまますよねあと当たり前売上げ減に対して給付されたものだから売上高同様に計上しないとダメそりゃそうだよって当たり前じゃねえかよってやっぱり給付金でウェイしたおバカがたくさんいたんだっていうことでね、まあ、そんなことしてたら今頃税金で持ってかれてかわいそうに爆死だっていうふうに、ね、言われてるんですよね、まあ、こちらもリツイートといいで、ね、させていただきますねあとなかなかか苛烈な累進課税だけどサラリーマンはみんなそうなんだ としか言いようがない記事ってほんとそうだよね。ちゃんと収めてる人はそういう通りやってんだって普通に。まあこちらもね、リツイートといいねさせていただきますね。まあもちろんサラリーマンの人たちはもしかしたら会社のから、えー、そうやって引かれてるかもしれないですけど、実際そういうふうにね、税金を収めてんだよみんな。ということで勘違いしていた飲食店バブルの人たちはね、今頃痛い目見てるんじゃないのかっていうようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。